はい、こんにちは、野生チャンネルです。今回はリクエストをいただきましたので、すごい久しぶりになってしまったんですけれども、100均蔵庫のアレンジを作っていきたいと思います。で、リクエストの方はこちらです。お久しぶりですということで、本当にお久しぶりになってしまったんですけれども、私も作品を春夏冬のリースを作って楽しんでいただけているということで、本当にありがとうございます。ただ秋のリースがないので、時間があったらお願いしますというリクエスト、本当にありがとうございます。今回は秋のお花のコスモスを使ってピンクのリースを作っていきたいと思います。造花とリースすべてダイソーさんの商品を使ってふわっと仕上げていきたいと思います。それでは早速材料と作り方です。で、材料はこちらです。で、今回は土台を使っていきます。直径20センチぐらいのものです。メインのコスモスなんですけれども、色の方は薄いピンクがコスモス2本、中間のピンクがコスモスベージュ3本、濃いピンクがコスモスベージュ3本、あと小花に使うアジサイになります。商品名はハイドレンジア、少しサーモンピンクのような感じで、花びらの先がちょっとクリーム色になってアンティーク調の色合いになってます。こちらの小花は商品名がデイジーブッシュ1本なんですけれども、すごいお花がたくさんあって薄いピンクと白が混ざってる感じの色合いです。で、次はちょっと濃いコスモスなんですけれども、ライン色みたいな感じで、ちょっと脇役的に使っていこうかなと思います。商品名はオータムコスモスです。2本用意しました。あと秋っぽい実のものも用意しました。商品名の方はブルーベリーです。はい、こちらは千日紅をイメージしてちょっとポンポンしたアクセントにつけていきたいなと思ったので、商品名もポンポンスプレーです。2本用意します。あと他にワイヤーとニッパーを用意します。ワイヤーの方はセリアさんのものがおすすめです。はい、で次はカットします。次は造花をカットしていきます。で、リースのこの厚さに合わせてカットしていくんですけれども、長めにカットします。1個目の小さい葉っぱがあります。ここを目印にカットしていきます。はい、ピンクのコスモスをカットしました。で、次のアジサイなんですけれども、こちらにくっついているので剥がしてこのまま刺していけるんですが、ちょっと浅いので今回はこの根元でカットしていきます。はい、こんな感じです。はい、アジサイはこちらです。次のデイジーも長く残して、はい、デジはこちらです。濃い色のコスモスです。こちらも同じように3センチぐらいですかね、残してカットします。はい、オータムカラーのコスモスです。次のブルーベリーなんですが、実がついている形で、枝をたどると葉っぱがついてるんですけれども、こう取れる葉っぱなので後でつけながら調整していきたいと思います。で、リースに刺しやすいようにちょっと下の方でカットしていきます。で、一番真ん中の方は葉っぱをつけて、次の葉っぱの手前でカットします。で、こちらは実が上の方で、ちょっと下の方に葉っぱがあって距離があるんですけれども、下のあたりでカットして後で調整していきます。はい、ブルーベリーです。はい、次のポンポンスプレーも同じように切りやすくなってますので、ちょっと長めにカットしていきます。で、この長い葉っぱの方も使えるように上下できるので、お花の方をカットして、この葉っぱの枝としてこちらを少し残していくんですが、ここ枝分かれして短いのでこっちまでカットします。で、ここだけ使いたいので、こちらの長い方はカットして、こんな感じで1本になるようにしておきます。で、こちらはここで1回切ります。で、これはこれで1本として使うので、こ
ここでカットします。また同じようにやっていきます。はい、ポンポンスプレーはこんな感じです。はい、でコスモスを一番ボリュームが出るようにして、小花をこの一括りで一つにするので同じぐらいの量になります。今回は大人っぽくしたいのでシックな色合いで飾っていくんですけれども、もうちょっとふわっと白っぽくしたい方は白い小花をちょっとこちらの方に入れて、この濃い色のコスモスを白いコスモスにするといろんなリースが作れます。それでこちらを飾っていきます。はい、でリースは一応目印として一番上に紐を持ってきます。で先ほどの薄い色を散りばめていきます。で柔らかいのでつけにくいんですけれども、仮でつけていくのでこのまま刺していきます。で硬いものはちょっと長いので浮き出るんですけれども、他のお花を入れてみないと高さ調整ができないのでこのままにしておきます。はい、まずこちらで仮でつけました。横から見ると結構浮いてます。で次はでちょっとさっき一つ外れていたので一つ追加してあります。で次に中間の薄色です。はい、次は濃い色をつけていきます。はい、結構まだバラバラなんですけれども、こんな感じで大体の位置を決めていきます。次はアジサイを入れるとコスモスの高さも決まっていきますので、こちらを先に入れていきます。で小花なので少し横気味、こんな感じで刺していきたいと思います。まずぐるーっと散りばめていきます。はい、こんな感じですね。で角度の方は後でまた調整するので大体の位置で入れていきます。で高さを合わせて今度はコスモスをまた刺し直していきます。でコスモスは長めにカットしてあるので少しずつ調整していきます。でこちらは柔らかい枝になります。で入れるところがちょっとなかったのでワイヤーを使っていきます。でワイヤーの方は長いものを半分に折って、こちらの額と花びらの間に入れていきます。でできれば半分通したらこんな形で真ん中に寄せて、ここでぐるっと留めます。でワイヤーは今こんな感じで入ってて、ちょっと中に食い込ませないと取れてしまうので、ここもちょっときつめに、爪を立てるときつめに巻けるので、でここに何回かこう巻きつけるようにリースの外に出る分だけ取っておくので、半分ぐらいでカットして、でこう巻きつけて、少し茎に巻きつけたらここがリースに当たるようにして、リースにこう巻きつけてつけていきます。で上をどこにするか決めたらちょっと食い込ませて、ワイヤーをぐるっと巻いて、あとはいつも通りこうぐるぐるしてぴったり緩くならないようにしたら、ここでカットしてもいいですし巻きつけて中にしまい込んでもいいです。そうするとグラグラしません。で花びらがこう2枚重なると寂しいので、ちょっとずらすと、はい、コスモスっぽくなります。はい、でつけていってちょっと寂しいなっていうところにアジサイを入れていきます。上から見るとちょっと分かりにくいんですけれども、横から見ると半分ぐらい
こちらが調整できた方、こちらはまだ調整できてない方という形で整った感じになります。あと半分ぐらいちょっとまたやっていきます。で、色の調整もするといいので、この近くのお花を 2,3 個取って、この残りの色を見ながら隣に持ってくる色を決めるといいです。あと大きさも大きいものの隣にちょっと小さい小ぶりのものを入れるといいです。内側の場合にはちょっとこう斜めにつけたりしたいので、このままでつけていきます。で、短く使いたい場合は抜いて使っても大丈夫です。はい、ちょっとちらっと見える感じにしました。で、次に似ている小花でデイジーをつけていきます。で、こちらも柔らかくてつけにくいのでワイヤーを使うんですけれども、このまま刺せるところは刺していきます。はい、デイジーもつけられました。デイジーはちょっと見えなくなっても横の角度からこうちょっと見えるように横にも散りばめてみました。で、枝の方は1センチぐらいカットしているので、次のコスモスや実のものなどをつける時もちょっとカットしていきます。で、まだ少し空いているところがあるので、こういうところに散りばめて出ていきます。はい、カットしてもこのぐらいの長さがあります。はい、でデイジーもどうしても柔らかい枝しかないので、落ちてしまう場合には額に半分通して回してここに巻きつけた方が後で角度も変えやすくなるので、ここがリースに当たるようにして、はい、ワイヤーをつけるとこう角度が変えられて回しても落ちないので、もしできる方は全部デイジーはワイヤーをつけてつけた方が後で落ちにくくなります。はい、だいぶ丸くなってきました。で、こちらにポンポンを刺していきます。で、ポンポンの方は内側にちょっと隠すようにするものも作っていきます。なのでちょっと低めにカットします。はい、ポンポンスプレーがつけられました。次はブルーベリーをつけていきます。で、こちらは結構目立つのでやっぱり葉っぱはちょっと取っていきたいと思います。で、少しまだ空いてるなというところから優先的につけていきます。で、この実のつけ方なんですけれども、枝はそのままの長さで、ここに出したい場合は枝を下の方に刺してリースに沿うように内側に刺しました。で、外側も同じようにしていきます。で、気になる場合はここをカットしてきれいにしてから外側に刺します。で、お花がちょっと少なくて寂しいところや内側の実の同じ位置にならないようにちょっとずらしていきます。で、斜めに刺すので、このリースのこう巻き方と同じようにこう刺すと出したいところに出せます。で、前から見るとちらっと見える感じです。はい、実の方もつけられました。で、最後に葉っぱをつけていきます。こちらはちょっと浮かせるようにして、で、このリースの丸が崩れないようにしたり、あとどこか欠けてるところがあったり、ちょっとまだいびつだったりしたら、この葉っぱで丸を補ってあげると全体も丸く仕上がります。なので刺す場所でこの長さも決めていきます。こちらこの方がいいですね。はい、このぐらいの長さで
はい、この刃先をこうちょっと刺すと固定されるので、こんな感じで刺していきます。はい、あとは整えて飾っていきます。はい、完成しました。今回はピンクのコスモスを使ってちょっと大人っぽい色合いにしてみました。リクエストいただきありがとうございます。ワイン色のコスモスやポンポンスプレー、ブルーベリーなどを入れて大人っぽい雰囲気にしてみました。よかったらご参考にしてみてください。また他の SNS、 インスタグラムや LINE ブームもショート動画を出してますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。